スノーマン、全員オフ&9人で BBQ 開催に仲良しすぎ、と話題渡辺翔太がゲリラ院内で報告。スノーマンの渡辺翔太が31日、自身のインスタグラムでのライブ配信を開催。スノーマンメンバーでバーベキューを行うことを報告し、話題を呼んでいる。スノーマン、全員オフ&9人で BBQ 開催この日、渡辺は予告なしにライブ配信を開始し、冒頭で、今日、渡辺そしてスノーマン全員オフなんですと休日であることを明らかに、オフだーと言いながらカメラを動かして激しく喜ぶ姿を公開するとともにオフだから、メンバー全員でバーベキューでもしませんかみたいなので、今メンバーを待っているところなんですよねと状況を説明した。バーベキューは海の近くで開催するそうで、泳ぐ可能性があるため浮き輪も用意していると語った渡辺。このバーベキューの様子はみんなにも見てもらおうかなと思ってると明かし、隠しカメラを仕掛けていると告白。映像の配信、投稿方法は未定だとした上で、最後には楽しんできますと笑顔を浮かべていた。